はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv をお届けするのは佐久間ゆうごでございます。早速本日も人生に役立つ情報を一発撮り一発読みで配信したいと思います。まあ録画ですけど、はい。本日のお題は良いことも悪いこともずっと続くわけではないことを知る、こちらのお題を今から読んでいきます。子供の頃にあった良いことは永遠に続くように考えてしまいがちです。仲のいい友人、人間関係、住む場所、家の周りにある草木などです。しかし実際は同じことが同じ状態でずっと変わらず永遠に続くことなんてないのです。時間が進み時代が変われば家の近所にあった大きな木、池、家がなくなり、もう同じものを見る機会が二度となくなります。年を重ねていけば友人関係も変わり、学校も変わり、趣味も変わり、価値観も変わり、恋愛も変わります。すべてが時とともに変化をして同じことがずっと続くわけではないことを若いうちから知り覚悟しておく必要があります。つまり変化に強い人間に若いうちになっていくことが大切だということです。良いことも悪いこともずっと続くわけではなく単なる変化の一部であり、そうなることが自然なのです。私は小学校時代に付き合っていた友人関係と今現在の友人関係は全く異なっています。子供の頃にこの人と一生友人だと思っていた人も成長に伴い学校や仕事も別の道を歩むと連絡を取らなくなりました。あれほど仲が良かったのに全くの音沙汰です。時間が進み成長が進んでいけば当然変化も同じように進んでいくのです。同じ人間関係がずっと続くということはないのです。また家の周りの風景も随分変わりました。以前は草が生え川が自然のまま流れていたのに、今ではコンクリートで固められた川になり、草や木も少なくなりました。失恋をして絶望があっても永遠に続くわけではなく時間とともに立ち直ってしまいます。今ではケロリとしているほどです。若いうちからいいことも悪いことも永遠ではないことを知っておく必要があるのです。今の私の状態でさえ10年後には同じとは限りません。おそらく人間関係も変わり、住んでいる場所も変わり、やっている仕事も変わっているかもしれません。私には分かりませんが、ただ間違いないことは何かが必ず変わるということだけです。万物は川の流れのように流転しており、同じ場所にじっとしていることはありえないのです。今日の格言、万物は流転としていることを知る。確かにずっと同じじゃつまらないしね。ずっと同じ環境、スコトーマを外す的な、はい、自分も変わりたい、変わっていくでしょう。俺は最強になる。ありがとうございました。